はい、どうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは。福岡でヒッピネスというブランドを30年近くやって、まあ、そのデザインとレディースなんですけどね、そのデザインとお店をしながら音楽を作る、あ、シンガーソングライターですね。まあ、楽器はいろいろするんですけど、まあ、基本的にまあ歌を歌ってて、まあそれはまあ30年も長いんですけど、そういう感じで生きてる小柳慎二50歳です。50歳いるかな。で今回は、福岡のその町のお洋服屋さんと町のお花屋さんね。お花屋さんは、今ドガっていうお店なんですけど、桜子っていう、桜子ちゃんって言ってますけど、とお洋服屋の僕が音楽でお仕事をしたり、そうですね、いろんな、まあお友達なんで普通に飲んだりご飯食べたりはしてるんですけど、まあ今回その一緒に2020年から2021年にかけていろんなことを、一緒にやってるんですけど、やってきてこれからもやるんですけど、まあそういうのの記録とそれをお伝えしたくて、映像を作らせてもらいました。ちょっとまあ時間長いですけど、まあよかったらこう見ていただいたら一緒にやってきたこととかが分かると思うんで、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。緊急事態宣言が出たばっかりで、2ヶ月経ってたんだ。でみんなそうです、急に仕事がなくなって、で私たちも4月から急に装飾の仕事が全部なくなって、ちょっと不安な4月5月をみんなが過ごしてて、愛と恋の2way Run away Day by day by the way。でその時に慎二さんが配信ライブっていうので表現しようっていうものをお声掛けをいただいて、私も暇だったし、みんなが多分時間があったので、なんか一緒にやろうってお声かけいただいて一緒にやったんですよね。予算がないっていうことでどうするって話してたら、あの道端で白い紙を見つけて、これを使ったらどうかなってなって、でその場で、お店の方にこれって捨ててるならいただいてもいいですかって言って、そう、多分その日にも持って帰って、まあ、それを使って飾ったっていう、なんか思い出があります。なんかまた配信するとき手伝ってって言われて、もちろんですって言って、多分同じ C スタジオでするのかなって思ってたら、なんかゲーツでするっていう話を聞いて、あんな大きいね会場でするんだとか、なんか好きにやっていいよってその時は言われたので、好きにやらさせていただきました。はい、好きにやりすぎたね。そうあんな感じのことを千本ノックみたいに毎週やって外してやって外してをしてたから、多分それがもうパッタリなくなって、そうなので私の中では結構いつもの感じの動きではあったんですけど、なんかやりたくなるじゃないですか。あんまりすごいやったっていう感じはそこまでなかったんですけど、なんかどうもね、そんなにっていう感じだったみたいで、今まではそうですね、天井をメインにやってたから、次はカメラアングルを考えて柱みたいにしようっていうことになって、柱を作らせてもらったんですよね。面白かったですね。
まさかの大津さんに土台を作ってもらうっていうお願いをして、だけど土台って大事じゃないですか。仕事が早いですもんね。もうパンパンパンって土台を作ってもらって、秋っぽくしたんですよね。9月だったから。そうです、何気に全部テーマがありましたね。1回目は白とニットを使ってそう作って、2回目は時期的には夏だったので、夏の森っぽい感じとかもやりたいなと思って、そう山から鶴とかいろいろ取ってきてそうやったんですよ。3回目は秋をイメージしてやりました。なんだかんだ季節をねまたぎましたね、春夏秋と。いや、そんなお話が来るとは全然思ってなくて、何も知らずにね、ただちょっと行ったら、だってもうよく着ているやつですよ、植物のグラデーションでって。で、今までの配色ともまた違う色の選びをなんかね最初見せてもらって、あ、こんな色選びをするんだって思いました。桜子の考えるスワッグ作品、まあ、それはその生花とかドライとかはどうでもよくて、まあ、その植物の束、花束で、そこにあるその桜子の考えるカラーバランスっていうのをそのヒッピーのコーディネートに生かしたいと思った。でもそれで一番難しいのは、そのアイディアにその最もマッチしたヒッピーのデザイン服なんで、いわゆる女の子を、まあ、女性を花束にしたい、その新しい服のデザインをするというより、そのデザイン自体に新たなその意味を僕らは想像して形にしないと、もうファッション自体が多分面白くない。だからこれは付加価値とかそういうコラボとかっていうずっと聞いてきた言葉じゃなくて、桜子自身がやってることの意味というものを、その意味を僕の服に吹き込む、それによってヒッピネスのデザインが新しい意味を持つ、これが今回の仕事ですね。まあ楽しいんですけどね、今までになく、今までになく楽しい、ワクワクする、ドキドキする。でもそれが多分今ファンの方というかお客様が求めている部分だと僕は思う。色を選んでいいよって言われて、はって最初思ったんですけど、もう楽しくしかなくないですか、私からしたら。